はい、こんにちは、116インズです。新年明けましておめでとうございます。2021年もどうぞよろしくお願いします。ということで、新年1本目の動画となるんですが、今回は2021年のマイルストーン特集ということでやっていきたいなと思います。昨年2020年はたったの60試合のシーズンで終わってしまった MLB。 ただ今シーズンはおそらく162試合できるかはまだ分かりませんが、昨年よりかは多くの試合数でシーズンを行えるのではないかと期待しています。そんな中で、今シーズン達成に期待したい記録のマイルストーン、記録の節目を迎える選手たちを今回ピックアップしていきたいなと思います。何試合できるかがまだわからないので、達成できるかどうかは試合数によって左右されるとは思いますが、一応162試合やる前提で達成できそうかというところをご紹介していきたいなと思います。それではまず本題に入る前に、昨年2020年に達成されたマイルストーンを簡単にご紹介したいなと思います。まず1人目はエンゼルスのアルバート・プホルス。プホルスは昨年660ホームランと、それから2086打点を通算で突破いたしまして、ホームラン数に関してはウィリー・メイズを抜いて歴代5位に浮上、そして打点についてはアレックス・ロドリゲスを抜いて歴代3位に浮上いたしました。2人目はドジャースのクレイトン・カーショー。カーショーについては昨年通算2500奪三振を達成しました。3人目はエンゼルスのマイク・トラウト。トラウトはまだまだ20代後半と全盛期真っ盛りの選手ではあるんですけれども、昨年通算300ホームランを達成しました。そして4人目はカージナルスのヤディア・モリーナ。モリーナに関しては通算2000本安打を昨年達成いたしました。60試合シーズンということもあって、主要なマイルストーン達成者はこれくらいとはなってしまうんですが、次から2021年に達成が期待されるマイルストーンをご紹介していきたいなと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ではまず1人目はタイガースのミゲル・カブレラ。カブレラについては500ホームランと3000本安打という大記録2つが迫っています。500ホームランについては残り13本、そして3000本安打までは残り134本となっていますので、2019年のカブレラぐらいの水準でプレーすることができればギリギリ達成圏内となるんですが、この年のカブレラは139アンダー、そしてホームラン12本を放っていますので、本当にギリギリですよね。ただ近年のカブレラについては結構衰えが出てきてしまっていますので、果たして2019年と同水準でプレーできるかもちょっと怪しいかなというところではあるんですが、こちらは期待を込めて今回含めました。500ホームランを達成すれば史上28人目の快挙となりますし、また3000本安打については史上33人目ということで、いずれも達成すれば殿堂入りに関してはほぼ間違いないだろうというところまで来る、そんな大記録となります。1年間健康を維持するところと、あとは出場機会をどう確保するかが、こちらもまたマイルストーン達成に向けて問題となってくるんですけれども、こちらは果たしてどうなるでしょうかね。続いて2人目はジョン・レスター。レスターに関しては200勝と2500奪三振が間近に迫っています。レスターは200勝まであと7勝、そして2500奪三振まであと103奪三振となっているんですけれども、ただ現在 FA で来シーズンどこでプレーするかがまだ決まっていない状態なんですね。昨年のレスターはカブスのローテーション1年間守り通しましたが、結果は3勝、防御率も5点台とちょっとレスターらしくない年となってしまったんですが、ただまだまだイニングイーターとしてやっていくだけの実力は十分持っている選手ですし、おそらくこの200勝そして2500奪三振というところはどこかのチームの先発ローテーションにさえ入れば全く問題なく達成できるのではないのかなと考えています。レスターが昨年までプレーしたカブスはちょうど先日ダルビッシュ選手をパドレスへトレードしまして、先発ローテーションに1つ空きができましたので、このレスターと格安で再契約して1年間ローテーションで投げてもらうというのも全くなしではないと思ったんですけれども、まずは来季の所属先を早く決めたいですね。では続いて3人目はアロルディス・チャップマン。チャップマンは300セーブが間近に迫っていまして、残り24セーブで達成となります。300セーブ達成となれば史上30人目の快挙となるんですけれども、チャップマンに関しては来年が33歳のシーズンで、まだまだバリバリヤンキースのクローザーとしていけそうな感じですので、これはあんまり心配しなくていいかなと思っています。もちろん昨年は開幕前にコロナに感染してしまって、でその後8月に復帰したんですが、5回のセーブ機会のうち2回失敗する、ちょっと不安定な部分もあったんですが、これはどっちかというとコロナの影響で調整が不足してしまった側面が個人的に大きいのかなと考えていますので、チャップマン自身のクローザーとしての支配力ですとか、そういったところに関しては来シーズンに向けてしっかりと調整をすれば問題なく取り戻せるんじゃないのかなと期待しているところです。チャップマンに関してはレギュラーシーズン同行よりも2年連続でチームの敗退につながる一打を打たれてしまっているところの方がヤンキースファンとしては懸念しているところかもしれません。はい、続いてはザック・グレインキーですね。グレインキーのマイルストーンについては
ちょっと目立たないマイルストーンかもしれないんですが、通算3000投球回が間近に迫っていまして、残り61イニングとなっています。グレインキーは結構変わった行動がクローズアップされることの多いピッチャーではあるんですけれども、2008年以降、昨年は短縮シーズンの影響で達成できなかったんですけれども、毎年150イニング以上を投げていまして、でさらにそのうち200イニングを投げた年が9回もある、非常にタフなピッチャーなんですよね。とにかくローテーション1年間守り通し続けた結果がこの3000投球回というマイルストーンにつながってくると思うんですが、来シーズンもアストロズのローテーションの中心的な存在となると思われますし、またアストロズはジャスティン・バーランダーがトミー・ジョン手術を受ける影響で来シーズンはおそらく投げることができませんので、このグレンキーにはベテランらしさをチームとしては期待しているのかなと思っています。なので来シーズンもローテーションに入ることがほぼ間違いないでしょうから、怪我など不測の事態が起きない限りこの3000投球回は達成可能なのかなと思われます。続いてはみんな大好きマックス・シャーザーですね。シャーザーは3000奪三振という大台が迫っていて、残り216奪三振となっています。3000奪三振を記録した選手は史上18人しかいないため、このシャーザーがもし達成すれば史上19人目ということになるんですけれども、3000奪三振までいけばほぼ間違いなくシャーザーの殿堂入りも決まってくるんじゃないかなというところですよね。で残りの216奪三振というところも、例年のシャーザーであればおそらく余裕で達成できるぐらいの三振数となってくると思うんですが、残りの三振数からして達成は早くてもシーズン後半、8月9月ぐらいになってくると思いますが、この時期のシャーザーの登板は本当に見逃せないものになってくると思います。でシャーザーは200勝まであと25勝となっていて、昨年が短縮シーズンでなければもしかしたら200勝と3000奪三振同時達成という可能性もあったかもしれないんですが、さすがに1年間で25勝は難しいかなというところですよね。ということで200勝に関しては2022年までお預けとなると思いますけれども、まずは今年3000奪三振をぜひ達成していただきたいなと思います。はい、では次が最後となるんですが、これは記録のマイルストーンではあるんですけれども、あんまり本人たちにとって嬉しいマイルストーンではないかもしれません。オリオールズのクリス・デイビス、それからエンゼルスのジャスティン・アプトンの両選手は打者として2000三振が間近に迫っています。デイビスに関しては残り148三振、そしてアプトに関しては残り159三振となっているんですけれども、意外とですね、 MLB の長い歴史においても2000三振を達成した選手はわずか6人しかいなくて、次に2000三振を達成した選手は史上7人目ということになるんで、今回ご紹介したマイルストーンの中で希少性という意味ではこの打者としての2000三振が最も高いことにはなるんですが、ただ三振数がそれだけ増えて嬉しいという選手はさすがにいないかなと思っています。で現状デイビスの方がアプトンよりも2000三振に近いんですが、ただ最近のデイビスのパフォーマンスを考えますと来年出場機会をどれだけもらえるかは不透明なところがありますので、おそらく来シーズンもそれなりに出場するであろうアプトンの方がもしかしたら来シーズン中の2000三振達成の可能性は高いのかもしれません。ということでここまで2021年中の達成が期待されるマイルストーンを取り上げてきましたが、いかがだったでしょうか。もしかしたら今回ご紹介できなかった選手いたかもしれませんが、その場合はぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。このような記録のマイルストーンの達成も非常に楽しみですし、また今シーズンこそ162試合に近い長めのシーズンが見られるといいなと願っています。今年も様々 MLB に関するトピックを取り上げていきますので、今年から MLB を見てみようかなと思う方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。